どうもお疲れ様です。今ね、緊急で動画を回してるんですけど、この緊急で動画を回してると面白いですね。YouTube のくせに。まあそれはいいとして、ちょっとしたニュースなんですよ。今ね、留守番電話が入ってまして、その留守番電話ね、まず聞いてもらいたいんですよ。どうぞ。強制的にご利用が停止になります。異常確認をしたい場合、オペレーターにおつなぎいたしますので、1番を押してください。お客様が現在ご利用中の携帯電話のサービスに異常が発生したため、強制的にご利用が停止になります。異常確認をしたい場合、オペレーターにおつなぎいたしますので、1番を押してください。どうでした？なんか、慌ててかけ直したくなるじゃないですか。これはね、私はね、2つの点からね、詐欺電話だなと思ったんで、早速調べたんですよ。なんで詐欺電話かというと、これ AI の音声で作られた日本語なんですよね。わかりました？で、もう一つは、社名も原因も言ってないでしょ。ただ不安を煽って、あ、これ早く連絡しないとって思わせる。まさにね、携帯電話が止まりますよっていうふうに言われた人って、あれかなこれかなって勝手に考えて問い合わせをしようと思うんですよ。問い合わせをしたら最後なんですよね。こういった連絡に反応する人のリストがまず集まるのと、対応している人があの手この手でね、お金を引き出そうとするんですよ。で、大体これに引っかかる人って暗証番号とか伝えちゃうんですよね。そこでもう、ジ・エンドになるわけですよ。ですんで、こういう電話がかかってきた時には、まずは検索することですね。電話番号で検索。もしくは私の方に連絡してください。私が独自の調べ方で回答を出しますんで。で、検索してみると、この電話番号。+1844で始まってるでしょ。これね、実はね、ベトナムからの通信だってことがわかるんですよ、検索したら。で、その後の電話番号は適当に設定してるんで、まあ03で始まるから東京かなぐらいのもんなんですけども、東京を装った、何の変哲もないね、作られた瞬間的な番号です。すぐにこれ解約されます。で、この国際電話で詐欺しても足がつかないことと、被害者はね、これを掘り返すのにものすごく手間と労力かかるんで、結局泣き寝入りするしかないっていう状態なんですよ。まあ、ご用心いただければと思います。緊急でしょ？じゃあ気をつけて。いってらっしゃい。